私原史奈がパーソナリティを務めさせていただきます。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。原史奈の FF11TV スタート。シリーズ初のオンラインロールプレイングゲームとなったファイナルファンタジー11。そこは剣と魔法と技術が交錯する美しき世界バナディ。千変万化の冒険を彩る多彩な人々、土地、文化、ジョブ、さまざまな謎、さらにモンスターたちが複雑に入り組んで FF11 の世界を形作っています。どの種族を選んでどんなジョブで精進し、そして何を目指すのか、全てはあなた次第なのです。ウィースウィースまだまだだ。ウィースウィース勝者。ではまず自分の分身となるキャラクターを作らなくてはいけません。キャラメイクをしてみましょう。なんかたくさん種類があるんですよね。そうですね、ご種族いますんで。ご種族、また男女も選べますんで。やはり一番ヒュームという人間タイプのキャラクターが人気がありますね。ほうほうほう。あーちょっとこれかっこいいですね。あ、耳がとんがってる感じの。そうですね。あとタルタルっていう種族がいるんですけど、タルタル、はい、これはちっこくて魔法が得意なんです種族なんですけど、はい、これもすごく人気がありますね。かわいい。なんだこれ。え、ミスラっていうのはもう男女選べる、はい、女性しか選べないんですけど、はい、猫っぽいキャラなんですよ。なんで一部の方からは大人気の。強そうな感じですね、これは。すごく力が強い、あと防御力も強い感じのキャラなんで、まあガンガン行きたいタイプの方にはおすすめのキャラです、ね。人間の女性にしようかなと、自分により近いものにしようかなと。5つの種族にはそれぞれ8タイプの顔が用意されています。精悍なものから可愛らしいものまで様々です。お好みのタイプを選択してください。さらに髪型、体の大きさも設定できます。結構目とかも全然違う雰囲気なんで、これが一番似てるかもしれない。あ、そうですか。可愛らしい感じでいきたいと思います。はい、次はキャラクターの名前とジョブを決めます。あなたの分身に命を吹き込む瞬間です。な、これでもう私のキャラクターが出来上がったわけですね。どうですか、簡単でしょう。ここからはある程度レベルアップしたキャラクターでプレイしていきます。いざ、めくるめく冒険の世界へ。ではでは、集合。ポン、集合。みんな集まれ。パーティー編成、それこそが冒険をより奥深いものにしていく。パーティーを組んで冒険することにより経験値が稼ぎやすくなったり、アイテムをゲットしやすくなったりするぞ。全員集まったかな。おうって感じですか。イエイ。じゃあ集まったところで、よし、これからみんなで狩りに挑戦したいと思います。行くぞ狩りに。おお、元気がいいっすね。みんな行きましょうか。行きましょう行きましょう。どこに行きましょうか。はい、ここは片山さん、なんていう地域なんですか。はい、アルデバ砂漠というところですね。アルデバ砂漠。はい、アルテパ、アルデバ、アルテパ、アルテパ、はい、アルテパ砂漠。これ、これは何でしょう。これ、これ敵かいな。はい、はい、バトルが始まりました。始まりました。はい、遅れてるぞ、遅れてるぞ。いけ、攻撃。よし、遅れ見せながら参加。いけいけ。あれ、やってる、ちゃんとやってる。私私やってる。はい、大丈夫。真ん中
するんですけど。いけたんじゃない。フミヤさん結構ダメージ与えてます。あ、本当ですか、はい、やったー、一人拍手やったー。片山さん、はい、さっき攻撃の時に前で攻撃してる人と後ろで魔法を使ってた人がいたんですけども、はい、その違いっていうのは。そうですね、前で戦ってる人は前遊ってまあ呼ばれてまして、相手敵用に攻撃を与えるタイプの人なんですけども、はい、私もそうですよね。そうですね、戦士なんで、はい、私もそうなんですが、後ろの方で魔法をずっと唱えてたのは後衛といって回復薬だったりとか、うん、あとはまあ魔法でダメージを与えたりとかする魔導士系がみんな後ろに下がってる感じです、ね、なるほど、はい、みんなの連携プレーで成り立ってるんですね。そうですね、はい、よし、攻撃でっかいぞこれ。ちょっと大丈夫かしら。強そうだな、さっきの時よりもすっごいでかいもん。連携予測、はい、先ほどの、はい、まだですか、はい、パスコプテですね、はい、今押してください。遅かった、うーん、どうかな。あ、行きましたね。行きました、はい、行きました。やった、なんか全然分かってなかったけど行けた。今多分分からなかったかもしれないんですけど、はい、ちょっとエフェクトがボワーッとしたものが出たんですけど、はい、本当ですか。グレボンドさんとフミラさんの技がこう合体してよりダメージが大きくなっていますね。いやー、すごい、拍手、やったー。よーし、ちょっといい感じじゃないですか。じゃあ次は私が一番で連携をこう仕掛けに行きたいと思います。出てきた。あ、来た。来た。キモ。お願い。キモ。じゃあ、あといつでも。はい。いきますよ。はい。ピ。仕掛けましたよ。お、今のですね。はい。ドドドドドとなりました今。はい。成功しました。もう3連携決まりました。やったいけた。出した、すごいですね。やった、でもいけますね、はい、やったやりました。できるもんでしたね今、うん、びっくりしました。ちょっとこれで慣れていけば順番を変えたりとかしながら、はい、みんなでうまくつなげていくようになるほど、はい、なります。お、ここでつりだ。皆さんどうですか。クリスマスですよね。